で組み直してまた下へ流すっていうね、そんなような、ね、うん、力にしない飯玉神社、はい、飯玉神社。キミコが100枚銅鏡もらってる、うん、三角縁真珠鏡っていうやつが出てきたし、うん、そんなん今っていうのは田んぼで平らになってる、うん、この辺だよって言われるぐらいで、うん、来てんだった、ここは、あ、ここはここ来てんの、陸に帰ってきた、ほうほうほう、あー、じゃあ源太郎のとこだ、江戸時代の初めにはなかった、三族麦わらを三族束ねる間に